夢たちのお金会議。メキシコ旅行行けそうにないな。プロポーズするのも正直厳しいよな。指輪からだもんな。俺は車が欲しいっていう夢なんだけどさ。おびっくりした。あれ、この結婚するっていう夢っていうか俺いいとこまで来てんじゃない。俺も実は目標の半分まで来てたりさ。俺のもあんじゃん。見えるか。素晴らしいね。いいね。意外と溜まってる。夢までの距離が見えるお金管理アプリウォレットプラス誕生。初めてのメモリアルの出会いドームですけど、どうですか？あー、メモリアルの出会いドーム、さっきヘッドコーチとちょっと話したんですけど、この可動式の椅子が出たのは初めて見まして、もう色も違うし、で、なんていうんでしょう、こう距離感がすごい近い、客席とのすごい近いんで、これ圧倒的ホーム増すんじゃないですかね、これ。どうです。さあ、ちょっと連敗をしてしまってますが、そうです、明日の試合について意気込みなどを伺います。久しぶりのホームなので、皆さんと一緒に戦えることを頑張ります。ちょっと負けが込んでいる状態でのホーム戦になりますが、どうですか、南君さん。まあ、やることは変わらないんで、僕はいつも同じ一定の気持ちです。変わらないです。なんかチームメイトというか友達も相手チームいるみたいですか？あ、そうですね、同じ、まあ、と岐阜に来る前に一緒にずっと毎日一緒に練習してた子が一人いるので、そいつに負けないように僕も頑張ります。僕のディフェンスに注目してください。ありがとうございます。頑張ってください。初めてのこれ出会いドームですけど、はい、どんな感覚ですか？いやー、もう本当広い、天井が高くてもうワクワクしかしないです。まあ、相手がちょっと今全敗しているサイダムですけど、若干やりにくかったりしますか？まあ、そうですね、自分たちも、ちょっと連敗が続いているので、まあ、ここでなんとかチームとしてもう一度まとまっていい波に乗りたいと思ってます。はい、頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。連敗続いてますけど、そうですね、そんな中でのホーム戦どうですか？もうとりあえず勝ちたいですね。もうそれだけです。相手が今まだ一勝もしてない埼玉っていうところもありまして、はいはいはい、やりにくいところもあるのかなと思いますけど、どうですか？そんなことないですか？いや、もう自分たちのバスケットとしてもう勝つだけだと思うんで、もうそれだけを思ってチーム一丸で頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと花粉症でなんか目がだいぶやばいっす。目元だけあれワイプ入れてください。見えぐらいになってますけど大丈夫ですか？バスケに影響はないですか？ないです。ちょっと連敗が続いているところでのホーム戦ですけど、どんな気持ちですか？そうですね、やっぱり、連敗が続いているからといってやっぱ暗くなっていては意味がないと思うんで、まあ、日頃の練習からやっぱ今週特にエナジーが出てたんで、それを試合で存分に発揮したいと思います。頑張ってください。ありがとうございます。エナジー。はい、そうです。僕は牛脂生まれ牛脂育ちなので、このメモリアルセンターを一面で、このように使うの初めてなので、すごい贅沢だなっていう気持ちです。ちょっと連敗が続いた中でのホーム戦に帰ってきましたけど、はい、どんな意気込みですか？まあ、連敗続いてますけど、岐阜は圧倒的ホームがあるので、ホームで連敗を止めたいなと思ってます。じゃあ頑張ってください。はい、もう埼玉の気持ち分かりますので、僕らもチャレンジャーとして埼玉を迎えて勝利を収めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。明日の試合に向けて気持ちを。最高です。明日勝ったでしょ、レオアゲです。やっぱ頑張ってね。はい、違う。 1,2,3 スタート。